例えば1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの間でこう何しようかとか実際できんのかなみたいな、不安なのはゴールしか見てないからって結構割とあると思うんですよこの辺って。だけど今やんなきゃいけないことに注目してみると割と悪くないんじゃねえかなとかっていう。武田塾チャンネル。そろそろなんかみんな不安になってきてません、生徒とか。そうですね。特に浪人生の方、相談多いんですよ最近。そう、そんな不安な時期だと思うので、今回の企画はですね、不安と戦え受験生ということでですね。不安と戦え受験生。で、まあ応援団長として皆さんもですね、ぜひ受験生の皆さん励ましていただければと思いますので、ここから話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで引き続きはですね。まあね、最終的な目標の部分はさっきちょっと話したんですけど、もうちょい短い期間で、例えば1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの間でこう何しようかとか、実際できんのかなみたいなのはちょっと見てった方がいいとは思うんですよ。そうですね、まあ短期間というか。でもなんか1ヶ月2ヶ月程度だと大して進まないって割とみんな思っちゃうじゃないですか。分かんねえじゃんみたいな。だけど武田塾みたいな独学を進める塾だとそれが割とできるじゃないですか。なんでかって言ったら参考書の単位で分かるからですよね。で結構生徒と話す時はそういう感じで話しますよね。そうですね。だいたいこの参考書ならこんぐらいで終わるから、じゃあもう少し頑張れるよねとかっていうお話したりするんで。とかね、1週間宿題やってきたらそのペースだったらあと何週間で終わるじゃん、すげえじゃんみたいな話もできますもんね。だからそうするとなんか漠然と半年後にマーチまでとかって言われるよりも、あ、来月この参考書終わんだみたいなね、方がやっぱこうやる気に直結するよねっていう。多分気持ち的に楽だと思いますよ、そっちの方が。だから今やってることでこんだけのことが終わるんだっていうのがこうね、なんていうか短い目線で見れるっていうのは結構勇気づけられるっていうところがあると思うんですよ。不安なのはゴールしか見てないからって結構割とあると思うんですよこの辺って。だけど今やんなきゃいけないことに注目してみると割と悪くないんじゃねえかなとかっていうことが結構ね、見えてきたりする部分があったりするんですよ。だけど結構この視野って割と受験生なかったりするんですよね。もうゴールしか見てない、なんか早稲田のレベルまで自分は行ってないから早稲田間に合わないみたいな、それ不安になっちゃって、そうありがちですよね。だけどそういう子たちにさ、例えばこういう話して「いやでもさ言うて今からだって1ヶ月でこの参考書があったらこのままでいたらこうやってこうやってこうなるからさ、ここまで終わんじゃん年内に」とか「夏中にここまでいけんじゃん」みたいなことを話すと「意外と進んでんだな」とか割とそんな問題はあるわけじゃないんだなみたいなのも分かってきたりするんですよね。逆にピンチの場合でもリアルにこのぐらいピンチとか、ここまで終わらせられれば何とか間に合いきるよっていう話も、短いスパンは出しやすいですよね。そうですね。まあやる気も多分そっちの方がね全然違いますからね。今やってることができたら、このぐらいの期間でこんだけのことできんじゃんみたいなのをね、ぜひ見えるようになっていただきたいっていうのは。一冊終わるだけでも自信がつくと思うんですよ。もうちょっとでも一冊終われば、あ、できんじゃんっていう感じで。だからね、ぜひ参考書単位でね、目標をある程度設定してもらいたい。1ヶ月2ヶ月とかの目標っていうのもそうなんだけど、っていうよりは何がどこまでに終わるかなみたいな感じで見ると、かなりはっきりしてくるというか、やりやすくなりますよね。こう大量にあるものをバーッと見るんじゃなくて、今やるこの一冊をこういつまでに終わらせられるのかみたいな話をぜひ考えてもらうといいかなと思います。割とね、そうやって見てみると思ったほど悪くないんじゃないかなとか、結構こうすりゃいけんだなっていうのが分かってくると思うんで、ぜひそういう短いスパンの目線もね、特に時間がないからより焦りがちなんだけど、そこはしっかり見てみるようにしてほしいかなというふうに思います。そうですね。はい。ということで、じゃあ引き続きね、まあその成績についての話もね、不安についての話もね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます。イベントの特設ページ、こちらから、7月中、こちらでですね、早慶Gマーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武井大塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、それぞれ武井大塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。